こんにちは、勝則です。現在アオザリン Z で青く変色できるか検証中の2号水槽1号室のザリガニが無事脱皮してくれました。全くなくなっていた右のハサミが復活しています。ただ左の、後ろから2本目の足は再生していません。これが再生してくれたらよかったんですが、残念ながら今回の脱皮では再生されませんでした。本来なら脱皮した殻は食べさせるように残しておくべきなのですが、この子は青くする実験中なので、かわいそうですが、脱皮殻は回収することにします。まだそれほど青くなった感じはしませんね。それとこの水槽でもそうなのですが、ちゃんと餌は個別に与えて、その上で部屋も分けて喧嘩しないように共食いしないようにしてるのですが、もうなぜか無理やりにでもセパレートを登って隣の部屋に行こうとします。3号水槽に至っては2匹3匹3匹と分けていたのに全員同じ1号室に集まってしまいました。3号室に入れた幼体、ほぼ成体に近い幼体のザリガニも1号室にまで行ってます。共食い体質だからなのかもしれませんが、同じ部屋に入りたがります。近くにいたがります。この辺のことを知っている人がおられたら教えていただければ幸いです。次に日曜日に新たに捕獲した成体のザリガニですが、あまり動かさないようにします。3時ごろには新しい水槽が入るということなので、その時に移動させるように、まあ移動は一度で済ましたいですから、現在はこのまま置いておきます。このここにおる子もそうですね。衣装ケースで、まあ、一時的に2日間だけ、暮らしてもらってます。それと問題がこの3号水槽の木ザリたちですね。この子たちはなぜか2号水槽3号水槽にやっても1号水槽に集まります。2号室3号室に移しても1号室に戻ってきます。理由は分かりません。餌は公平にどの部屋にも与えているのですが、なぜかこの部屋が好きですね。で、日曜日に新たに捕まえてきたこの幼体のザリガニ、この子も3号室に入れたのに2号室に行き1号室に行ってます。本当不思議です。なぜでしょう。今日は、一旦この辺で終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。